ハリソン軍はアメリカ合衆国ミズーリ州の北西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は8957人であり、2000年の8850人から1.2%増加した。軍庁所在地はベサニー市であり、同軍で人口最大の都市でもある。ハリソン郡は1845年2月14日に設立され、郡名は ミズーリ州選出のアメリカ合衆国会議員、アルバート・ジー・ハリソンにちなんで名付けられた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は726.45平方マイルであり、このうち陸地725.13平方マイル、水域は1.32平方マイルで、水域率は0.18%である。一下は2010年の国勢調査による、 人口統計データである。2000年宗教データアーカイブ、教会軍別信徒報告書によれば、ハリソン軍は、福音主義プロテスタントが最多数を占める。ただし、人口の37.69%はいかなる宗派も申告していない。最も多い会派は、南部バプテスト連盟の44.11%、続いて、メソジスト教会の10.77%、 ディシプルズ・オブ・クライストの10.76%である。ハリソン軍の地方レベルでは、共和党が完全に政治を支配しており、軍の選挙で選ばれる役職を独占している。大統領選挙のレベルでは、共和党を支持しがちである。2000年と2004年の大統領選挙では、ジョージ・ W ・ブッシュが容易に、ハリソン軍を制した。1992年のビル・クリントンが、 最後に軍を制した民主党候補者となっている。2008年の選挙では、州内の田園部にある軍と同様、バラク・オバマより、ジョン・マケイを選んだ。ハリソン軍は、州北西部にある田園部軍と同様、社会的にまた文化的に保守的であり、それが共和党支持の傾向に影響している。2004年の州民投票では、 結婚を男と女の結合として定義する州、憲法改正案を、ハリソン軍は81%という圧倒的多数で賛成した。州全体でも71%の賛成で可決し、ミズーリ州は同性結婚を禁止する最初の州になった。2006年の州民投票では、肺性幹細胞の研究を予算化し、合法化する憲法改正案がかけられたが、 ハリソン軍では56%が反対した。州全体では51%の賛成と、過労うじて改正が成立し、肺性幹細胞の研究を最初に認めた州の一つになった。軍民は伝統的に社会問題に保守的であるが、最低賃金の増加のような人民主義的施策は支持する傾向にある。 やはり2006年の州民投票で最低賃金を時間あたり6.5ドルに増やす命題については、ハリソン軍では61%が支持した。この命題は、州内のどの軍でも支持され、75.94%が賛成した。2012年大統領予備選挙2012年の大統領予備選挙で、ハリソン軍は共和党のリックサントラムを支持し、 州全体でもサントラムが勝ったが、全国的な指名争いでは、元マサチューセッツ州知事のミットラムニーに敗れた。2008年大統領予備選挙2008年の大統領予備選挙で、ハリソン軍は共和党のジョン・マケインと民主党のヒラリー・クリントンを選んだ。民主党の予備選挙では、ヒラリー・クリントンが1位となり、さらに共和党予備選挙で、 各候補に投じられた票数よりも多かった。ありがとうございます。